はい、すいすいプロジェクトのちんです。脊髄を完全に損傷するとお医者さんからこのように言われます。あなたは二度と立ち歩くことはできません。まあ突然こういうふうに宣告されてもなかなか受け入れられないですよね。なのでもう一度立って歩きたいって思うのが人の素性だと思います。では今日はこのテーマについて皆さんと一緒に考えていきたいと思います。では行きましょう。すいすいプロジェクト。まず僕自身の話なんですけども、僕は10年前に脊髄を損傷して、で、二度と歩けないというふうに宣告をされました。ただその後なかなか諦めることができなくて、病院自体は半年で退院し、その後北海道の民間の先生がされているリハビリを受けに行きました。そこでは立って歩くというリハビリを受けて、それは現在でも継続をしています。ではなぜ二度と立ち歩くことができないと宣告をされるのか、脊髄損傷について少し復習をしていきたいと思います。脊髄というのは中枢神経で、一度損傷すると回復しないというふうに言われています。そしてもう少し細かく見ていくと、損傷の度合いによって完全損傷か不全損傷、この2つに分かれます。完全損傷というのは、まあ名前の通りですね、完全に損傷していて、損傷した箇所から下は全て機能と感覚が失われます。一方で不全麻痺というのは、まあ部分的に損傷していて、例えば一部分の筋力が残っていたり、まあ中には歩けるっていう人も大勢いらっしゃいます。こういった不全損傷の方の場合はもう一度立って歩くっていうことは可能な場合が多いです。一方で完全損傷になってしまうと、現在の日本の医療では元に戻らないというふうに言われています。まあこういった医療的な知見がベースとなって、現在日本のリハビリでは、要は完全損傷の場合、麻痺してしまった部分の回復は諦めて、残された機能を使って社会に復帰していきましょうといったのが主流の考えになっています。まあそのため肩周りであったり腕の力を鍛えて、車椅子で生活していけるようにしていくのが現在のリハビリの現状です。完全損傷の方が立って歩くなんてことは議論の余地もありませんでした。ただここ数年で少しずつその現状が変わりつつあります。その一つの要因になっているのが再生医療の進歩です。特に iPS 細胞をはじめとした再生医療はもう遠くない将来に実現することが予想されています。そういったこともあって、今この日本の医療の中では立って歩くということの必要性がまた考えられているのが現状です。ただ物事には当然メリットとデメリット、この2つがあります。そしてこの立って歩くリハビリについてもそれは同様です。ここからはメリットデメリットについて少し考えていきたいと思います。すいすいプロジェクト。まずリハビリに取り組むメリットですね。一番のメリットはやはり再生医療実現に向けた準備をすることができるっていうことですね。脊髄損傷というのは、要は脳からの指令を手足に伝える電線の部分が切れているような状態です。要は手足が悪いわけではありませんよね。ただ手足をずっと使わなければ、肺溶性筋萎縮といって、まあ、筋肉が落ちて関節が固まり、たとえ再生医療で脊髄がつながったとしても、もうその時には手足が使えない状態になっています。なので再生医療に関わっているお医者さんが口を揃えて言うのは、再生医療実現の日に向けて体の状態をキープしておいてほしいといったことです。来るべき日に備えて、立って歩くリハビリを続けるっていうことが一番大きなメリットだと思います。その他にも数多くメリットはあります。2つ目は骨格の維持または改善につながるということです。ずっと車椅子に座って生活をしていると、どうしても特に下半身の部分に関しては関節であったり筋力が低下していきます。ただこれが仮に他力を使った状態でも立つことをしていれば、関節は当然柔らかくなりますし、特に足の骨密度は低下せずに維持することができます。まあこれもいずれ再生医療を受けるのであれば最低限しておくことだと思います。その他のメリットでは、3つ目は起立性低血圧の改善につながります。人間の体は当然全身に血液を送っています。で、手足に行った血液というのは筋肉がポンプの役割を果たして、まあ、体の中心に戻してるわけなんですけども、僕らは足が動きません。なのでどうしても足の方に溜まった血液が
頭まで戻らず、要は血圧が急激に下がるということがあります。特に受傷間もない人にとってはベッドを起こすだけでも気を失ってしまうぐらい血圧が下がることがあります。ただ毎日立って歩くようなことをしていると、この起立性低血圧の改善につながります。現在僕は朝一で起きてすぐ車椅子に乗った状態でも血圧が下がることはほとんどありません。あと4つ目は排便の改善につながることですね。車椅子にずっと座っているとどうしても腸の働きが悪くなってきます。ただ立っていると腸の動きも良くなりますし、姿勢の改善にもつながっています。そういったこともあって立つということが排便の改善にもつながってくると思います。大きくメリットはこの4つだと思います。では次にデメリットについて考えていきましょう。はい、一番大きなデメリットは、立って歩くことができたとしても社会復帰ができるわけではないということです。立って歩くためのリハビリというのは、要は神経に対してアプローチをしていくので、当然時間と労力はとてもかかります。現在立って歩くためのリハビリは民間の専門のジムに行って受ける必要があるんですけども、ここでは膨大なお金がかかってきます。こういった立って歩くためのリハビリというのは保険適用外になるので、全て実費で払う必要があります。こういった膨大なお金と時間をかけて仮に立って歩くようになったとしても、じゃあその先に仕事があるかというとそうではありません。一方で日本の今のリハビリというのは、要は車椅子で生活できるように体のリハビリをしていく、その先社会に復帰し自立していけるようなプログラムに取り組んでいくといったものが用意されています。要はここでしっかりリハビリを受ければ2年ないしは3年後にはもう一度社会に復帰することができます。要は自分の時間というものを何に使うかといったことで、この辺は考えが大きく変わってくると思います。はい、ここまでメリットとデメリットについて説明をさせていただきました。それを踏まえて僕の考えなんですけども、まあ簡単に言うとバランスよくやりましょうということですね。当然病院で受けるような社会に復帰するためのリハビリ、これは当然必要です。いつまでも親に頼れるわけではありませんし、いずれは自分で生活していく必要があります。そういった意味で社会に復帰するための力であったり技能というものは当然身につけていかなければならないものと考えています。ただ一方で仮に再生医療実現につながらなくても体の状態を維持していく、これだけを見ても立って歩くためのリハビリというのは僕はとても効果があることだし必要なことだと思っています。なので僕の今の考えというのは、社会復帰に向けたリハビリに取り組みつつ、それに支障のない範囲で立ち歩くためのリハビリを続けていく、これが最善の方法じゃないかなというふうに思っています。スイスイプロジェクト。はい、では最後に立って歩くためのリハビリに参考になるような情報を2つほど紹介して今日は終わろうと思います。1つ目が脊髄損傷の方を専門としたトレーニング施設 J ウォークアウトです。もともとはアメリカにあるプロジェクトウォークといったトレーニング施設で勉強された渡辺さんという方が日本で立ち上げた施設です。現在は東京と大阪の2カ所に施設があるんですけども、僕がもし立って歩くことを挑戦したいというふうに相談をされたら、まずこの J ウォークアウトをご紹介します。ただ入会に関してはかなり人数待ちになっているので、その辺はご自身で調べてみてください。はい、2つ目は ReWalk プロジェクトというサイトです。これは僕の友人でもある木戸さんという方が運営をされているサイトです。木戸さん自身も事故で脊髄を損傷し現在車椅子で生活をしてるんですけども、もう一度立って歩きたいという思いからオーストラリアであったり、あとは日本の医療機関ですね、そういった様々なところで、前向きにリハビリに取り組んでいます。そういった再生医療であったり立って歩くためのリハビリに関する情報というものをこのホームページを通じて発信をされています。もしよかったらご覧になってください。はい、スイスイプロジェクト。はい、いかがでしたでしょうか。今日は立って歩くためのリハビリ、これについて皆さんと一緒に考えていきました。難しい問題ですよね。でも大事なのは自分で答えを決めることだと思います。10年前、当時の担当医の先生に立って歩くためのリハビリがしたいっていうふうに相談したところ、真正面から反対されました。
なので僕はその反対を押し切って退院し、その後民間の先生のところでリハビリを受けたんですね。今でもこの決断は後悔していません。つまり自分で決めるっていうのは、うまくいった時もうまくいかなかった時も全て自分の責任になるということです。皆さんもいろんなことで迷われた時にはぜひ自分で決断をするといったことを大切にしてみてください。はい、では今日はこの辺りで終わろうと思います。また次回の動画でお会いしましょう。チンでした。バイバイ。